こんにちは、シグナルフラグ Z です。前回1枚の画像だけでロラ学習をしてみました。1枚でもそこそこ学習でき、ロラ学習の練習としては十分だと思います。ですが、当チャンネルの Z ちゃんの黄色い服を学習してくれませんでした。デニムの青い色は出ています。この違いはどこにあるのか少し検討してみます。結論としては分かりませんでしたが、何を検討したか紹介してみます。学習に使った画像はこの1枚。キャプションには2つのタグを書いています。このキャラクターの特徴、顔や髪型、服装などを含めて Z ちゃんという AI が知らないタグに関連付けられるはずです。これで画像生成すると服の色の再現度が低いです。黄色い服をなかなか着てくれません。デニムパンツやグローブ、赤いリボンなどはちゃんと色がついています。服の形も再現しているのに色が黄色くならないのはなぜでしょう。自動車を学習するときにも車の色が再現しないとかあるようです。プロンプトにイエローシャツと書けば黄色い服は出せます。学習のキャプションにイエローと書いていないので、本当ならプロンプトの影響が少ないはずなんですけどね。レッドシャツと書けば赤い服を着てくれます。逆にプロンプトに忠実すぎるんですね。今度はオリーブシャツにしてみました。 AI が色の名前としてほとんど学習していないであろうタグです。すると黄色いシャツになりました。たまたま黄色になったわけでもないようです。だから黄色を学習していなかったということもなさそうです。学習時のタグを Z ちゃんだけではなく詳細に記述してみます。タグを指定することでタグに関連するものを描いたり描かなかったりの選択がプロンプトでコントロールできるようになります。黄色い服はイエローシャツと表しています。このキャプションで1枚の絵を学習してみます。プロンプトに Z ちゃんとだけ書いた場合の学習過程のサンプルを見てみます。キャプションのタグを増やし、生成時は Z ちゃんとだけ書いたので再現度は悪くなるはずです。なんでこんなことをするかというと、服の着せ替えができるようにするためです。 Z グローブと書いていないのでグローブをはめません。プロンプトにデニムと書いていないのにデニムは履いてしまうようです。赤いリボン、胸のバッジ、アームバンドなどは出なくて正常です。このステップではもう学習のしすぎですね。まあ想定内の学習ができています。スリーブレスとも書いていないので袖のある服を着ています。黄色い服は着ませんね。同時に学習時のキャプションで画像生成しました。当然ですが、最初からほぼほぼ要素は出ています。タグの特徴を Z ちゃんで上書きしていきます。イエローシャツと書いているので当然服は黄色くなります。グローブ、アームバンド、バッジ、赤いリボンなどプロンプトに書いてあるのでちゃんと描かれています。バッジが右胸に来るようになるまでは学習のステップ数がかかるようです。服は黄色くなりましたが、 Z ちゃんのタグだけで学習した時に黄色い服を着なかった理由はこれではわからないですね。できればイエローというタグを使いたくありませんね。黄色が出るのは当たり前ですから。そこで AI が知っている形容詞を避けて Z ちゃんの何々という形に学習をし直してみました。服は Z ちゃんシャツです。まずはプロンプトに Z ちゃんとだけ書いて画像生成しています。デニムは指定していないけど出てきますね。このプロンプトだとデニム以外のスカートとか履いてほしいんですけど、先ほどと同じくグローブやアームバンド、バッジ、赤いリボンなどをつけないのは正解です。プロンプトに Z ちゃんと書いたら Z ちゃんの顔、髪型、瞳の色が再現されれば十分なんです。
もしも髪型も変えたかったら、学習キャプションのタグにショートヘアとか追加します。デニムの影響力強いようですね。今度は学習時のタグで画像生成してみます。 Z ちゃんシャツが黄色くなるかがポイントです。最初は学習していないので黄色くならなくても OK です。グローブ、アームバンド、リボン、バッジはだいたい学習してきました。しかし服は黄色くなる気配がありませんね。500ステップではほぼほぼ学習が完了しています。服の色に関してはグローブやリボンとは違う何か別の概念があるような気がします。学習画像1枚だけではその概念にたどり着かないんじゃないか、そんな気がしてきました。この辺になるとベースモデルによっても症状は変わるでしょう。1枚の画像でロラ学習をしたけど、服の色が教師画像と同じ色にならない理由を探しました。残念ながら理由は分かりませんでした。ベースモデルでは服のいろいろなデザイン、色を学習していると思います。その分より複雑な概念化がされていると推測されます。1枚の画像だけの学習ではその複雑な概念の階層まで学習することができないんじゃないかと思えてきました。これと似たように苦労した学習概念などあったら、ぜひコメントで教えてください。今回のビデオはここまで。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。